若天道圭介は、北海道根室市出身で間柿部屋に所属した、元大相撲力士。本名は、上川圭介、愛称は圭介。身長184センチメートル、体重170キログラム、血液型は AB 型。特異種は月、推し。趣味は、ウエイトトレーニング。最高位は西重量2枚目。 2011年4月に大相撲やお町問題による引退勧告処分により引退。根室市立光広中学校を卒業後にまかき部屋に入門し、1993年3月場所に初土俵を踏んだ。女2段と3段目でかなり苦労したものの、幕下に昇進してからは着実に番付を上げていき、2001年1月場所から、 5場所連続して5勝2敗の好成績を残し、同年11月場所に新十両への昇進を果たした。以後しばらくは十両と幕下の往復が続き、3度目の十両昇進を果たした2004年1月場所中に、左膝内側側腹副人体断裂の重傷を追い途中休場し、翌3月場所に再び幕下に陥落した。交渉制度が廃止されたため、 翌5月場所は無理をして出場したものの負け越し、それ以降は3場所連続で休場し、2005年1月場所には西女二段110枚目まで陥落してしまった。これは重量経験者としては昭和以降当時6位の番付陥落記録。この場所ではまだ体調が十分でなかったものの7戦全勝で優勝同点以降3場所連続勝ち越して幕下まで番付を、 盛り返した。しばらくは幕下中位で一進一退を続けていたが、2007年1月場所では西幕下11枚目で5勝2敗と勝ち越したあたりから再び幕下上位に顔を出すようになった。2008年1月場所では東幕下3枚目まで番付を戻し、4勝2敗で迎えた千秋楽の七番相撲に勝てば重量復帰が濃厚となるところであったが、 片山の立ち合い変化に敗れ4勝3敗となり、番付運も悪く重量復帰は見送られた。翌、3月場所は、西幕下2枚目に番付を上げたが3勝4敗と、負け越し、またも重量復帰を逃した。しかし続く7月場所では、西幕下3枚目で4勝3敗で勝ち越して、翌、9月場所に28場所ぶりとなる重量への復帰を、果たした。これはこと、 カンムリーと並び、史上3位の最重量感覚記録である。また、ジョニダン以下まで落ちた、元重量力士の最重量昇進は、戦後では、こと別府以来二例目のこととなった。その後は幕下へ陥落することなく、主に重量の注意から下位に定着していた。何度か、幕打ちを狙える位置まで番付を上げたこともあるが、そうした場所ではすべて負け越してしまい、 入幕は果たせなかった。2011年の大相撲八百長問題では、江名市と竹縄親方との E メールの内容に名前が上がり、本人は否定したものの、特別調査委員会によって八百長に関与したと指摘され、4月1日の相撲協会臨時理事会の結果、引退勧告を受けた。4月5日に引退届を提出、受理された。引退にあたり、 まだ認めていない。とはいえ19年間お世話になった部分がある。辛いこともいっぱいあったが、いい土俵人生だった。終わり方に関しては全く納得していないとのコメントを残した。その後は同年7月31日に東京都内のホテルで断髪式を行い、学生になったことが明らかになっている。2012年7月にデイサービス施設の 運営会社を設立、採用活動も行われた。現在、株式会社、シリウスの代表として、墨田区内のデイサービス施設の運営に携わる。一方、お相撲さんプロモーションズを設立して、元力士たちの引退後の支援を行っている。この目的のために、2018年11月8日に、元妻の富士、元若うさぎ馬、 元赤の白らと一般社団法人力士、セカンドキャリア推進協会を設立している。ありがとうございます。